1988年の横浜太陽ホエールズでは、1988年の横浜太陽ホエールズにおける動向をまとめる。1988年の横浜太陽ホエールズは、小葉武史監督の2年目のシーズンである。2年目に向けて、戦力の若返りを図る小葉監督だが、シーズン開幕前に、山下大輔が体力の限界から引退しさらにかつての4番、田代富雄が、 開幕に軍スタートを迎えるなど誤算が続出。誤算続きの中で開幕したが、4月は開幕ダッシュに失敗。それでも5月以降は盛り返し後半戦開幕時には4位ながらも、中日と小ゲーム差と射程圏内に入った。8月以降は、負けが込み終盤は、前年同様ヤクルトとの4位争いとなったが、これに勝って4位を死守した。 投手陣では3年目の中山博明が衰え始めた、斉藤明雄に代わって守護神となり、架橋光則や大門和彦などが、まずまずの成績を上げたがそれに続く投手はおらず、またエース遠藤和彦は、アキレス圏断裂の影響もあって、往年の投球にはほど遠く、スタミナ切れも目立った。打撃陣ではこの年入団のジムパチョレックが1年目ながら、 打率を3割に乗せたが、首位打者獲得はならなかった。演熟期の4番、カルロス・ポンセはこの年も、打撃好調で、最終的に本塁打と打点の2冠王となった。それ以外では切り込み隊長の高木豊、3番の屋敷、金目が走りまくって121盗塁で、リーグ1位を記録し、チーム打率も、273でリーグ1位を記録するも、ポンセ、 パチョレック以外の打者が、長打不足で85本塁だが、リーグ5位に終わった。カード別成績ではヤクルトに16勝8敗2分と、勝ち越したのが最高で、最下位の阪神には12勝14敗特選した。ありがとうございます。